リーズ音楽祭合唱団は、イギリスのウェストヨークシャー州リーズを拠点とする合唱団である。ソプラノ、アルト、テノール、バスの4西部で、計170人の団員を要する。ヨークシャーやイギリス各地で公演を行い、BBC プロムスやマンチェスターアリーナへも出演するほか、BBC ラジオ3にて、定期的に公演が放送されている。共演した主要なオーケストラには、 ハレ還元楽団、BBC 公共楽団、BBC フィルハーモニック、ノーザンシンフォニア、ロンドン室内還元楽団、オペラ、ノース還元楽団、イギリス室内還元楽団などがある。現在、合唱指揮者、芸術顧問をサイモン・ライトが務めている。1858年、ビクトリア女王によるリーズタウンホールの開館を祝して開催された第一回目のリーズ音楽祭で、 合唱を担当する合唱団として発足。それ以来音楽再開祭の度に臨時編成されてきたが、1976年に自主運営団体として独立。2008年には合唱団の創立150年を記念したジュディス・ビンガムの特別移植作品、シェイクスピア・レクイエムの初演を行った。創立以来の長い歴史の中で、アーサー・サリバン、トーマス・ビーチャム、 ジョン・バルビローリ、カルロ・マリア・ジュリーに、ヤッシャ・ホーレンシュタイン、ハンス・リヒター、ピエール・ブーレイズ、チャールズ・マッケラス、コリン・デイビス、ジョン・エリオット・ガーディナー、ヤン・パスカル・トルツリエ、マーク・エルダー、ロジャー・ノ・リントン、ジョン・ラボック、アンドルー・デイビスら早々たる指揮者が指揮に参加している。これまで、リーズ音楽祭による様々な移植作品の初演に参加しており、ドボルザークのセール・ド・ミラ、 エルガーのカラクタクスなどが作曲者自身の指揮によって演奏されてきた。最も有名な移植作品にボルトンのベルシャザールの共演があり、マルコム・サージェントが初演の指揮を担当した。定期公演は主にリーズ国際コンサートシーズンの一環としてリーズタウンホールで行われている。近年はマンチェスターのブリッジウォーターホール、ヨーク大聖堂でも公演し、 さらにロイヤル・ワルバート・ホールでの BBC プロムスにも参加している。主なレパートリーには、モーツァルト、ベートーベン、バッハ、ベルリオーズ、トマスタリス、マーラー、ベルリ、ロッシーニ、エルガー、シェーンベルク、プーランク、ヒンデミット、シューベルト、リヒャルト・シュトラウス、ショスタ・コービチ、ピーター・マクスウェル・デイビスなどがある。ありがとうございます。